はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ミルワケサでございます。というわけで、おチ夜第2回目やっていきたいと思います。はい。なかなか、難しいね、この、選手交代があるから。どこをどうやって行けばいいのか。もしかして、この、あ、ちょっと待って。なんか物を持ってって、交換してもらえばいいんじゃないかね。 なんか交換。道具交換。どれをもらおうかな。これ交換屋でなんかいろいろ交換してもらおう。なんかよくわかんないな。どうやって進めばいいんだろうな。今のところまだよくわかってないわ。とりあえず交換できるものがあるんだったらしてもらおう。という感じ。 はい。この傘は雨降れって言ってんのバチッとするね。バチッとするよ。うーん、人間ならどうにかなるかも。うん。わかるんだけど、ここまで来れないじゃないか。はい。うん。持ってるものを何か別のものと交換するかいうん、交換する。 次のものを見る。変わらぬ石。次のものを見る。金のボタン。うーん。どれと交換すればいいのかな破れからがさ。これと交換してみようか。そうかい。じゃあ交換だ。あこりゃいいこりゃいいこれだったらごまかせるんじゃないかよし。 うん。出れない。バチッとするね。バチッとするやこれだったらごまかせるんじゃないかよしよし。これを着て、で、外に出てってもらおう。それならどうかね。それとも人間の匂いがするとか、そういうあれかな、ね。それだとちょっとどうにもならんのんだけどね。えっ、ー、と、道具の交換。 破れからがさほんで、えー、主人公交代と。よし。で、道具を使おう。破れからがさどうよ。これでどうよ。ほら、傘のお化けみたいじゃろこれだったらいいんじゃないか<ー>よしよし。ちょっと行ってみるか。 これで大丈夫だったらいいんだけどね。記録。よし。これでどうかなバレるかなあはあバレたー <laughs> 早いわ、バレるのが。カラガでもダメかいじゃ、どうすりゃいいのかね ここまでいろいろ持ってるのにこれはちょうちんどうすればいいんだろう鍵を閉めるっていうのがあるよ後々鍵を閉めるイベントがあるのかねうーんわからんな ちょっとね、あまりに分からなかったんでね、若干ヒントを見たんですが、まずこの一つ目をね、どうにかするらしいね。ここを開けといて、ここに話しかけるらしい。んお、なんじゃ、その顔は。 交換してもらった。いいのー。わしも被ってみたいのー。狐の面を譲りますかあ、そんな話が合ってるんだ。やっぱダメかの。ちょっと待って。この、このままじゃダメだ。<laughs> ちょっと、この狐の面を取って。えっ、ー、と、遠く。 道具交換。よし。これでよい。あ,<ー>あの、鉄柵のところを開けておいて話しかけるといいらしい。ふん。あれ一つ目。 1>, 1つ目この中入ってくれようん何か譲ればいいのかのあのキツネの面に興味を示してたからキツネの面を貸せばいいのかなキツネの面 もう行ったり来たりしてるわ。何の解決もしてないからさ。<laughs> ああ、全く。難しいな、結構。よいしょ。じゃあ、譲ろう。ほんとか、早速被るの。うん、被るんかいおう、被った。うわ前が見えんの まあ目の穴の位置が違うもんね。なななななな。いやしかしわしは負けんの。こうやって隙間から見えるはずだの。ほとんどん見えてないと思うよ、それ。まあ頑張ってね。あ、なるほど。これであいつは目が見えない状態になってるから。女の子が通れるんじゃないのかちょっと一回やってみようか。 でもあの、傘がいるからな。主人公交代。一回やってみるか。一回やってみよう。よいしょ。で、あいつ前見えてないから。 うぬ、ん、誰かが通ったような。見間違いかの危ねえ。危ねえ。通れるようになった。でも、ここで、確か傘がいるから、破れから傘。これを被っていれば大丈夫なんじゃないかな。という考え。ダメかな。一発でバレるかな。ダメかな。やってみるか。もう全然話が進まなくてしょうがないんで。おおおお、これはいけるぞ。 これはいけるぞ邪魔だー邪魔だすねこすりよし。<laughs> オッケーオッケー。いけたいけた。これじゃ何も見えないな。じゃあ道具でちょうちんに持ち帰ればいいのかなダメだ見えん。えー、っと。ダメだ。見えなかった。 でこれをかぶってれば傘はばかせるばかせられる感じだねじゃあここボロボロのおふだが貼り付けてあるはがしますかはいおふだはがした途端砂のように崩れ去った、うん、これで進めるのかなやっと進んだぜなんだここはん ボロボロの大札が貼り付けてある鏡だ。鏡の表面は曇っていて何も映さない。ちょっと待って。うーん、勝手に剥がす前に。邪魔だな、すねこすり、そして。ん階段は真っ暗だ。降りますかいいえ。ダメだ。嫁が聞くやつじゃないとダメだ。んもっといっぱいいるって主人公交代、すねこすり。ちょっとだけ見て、様子を見てみるか。 おう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 、おこいつはやべえな。話聞けるのかなんうええ、話ができないたちの悪い奴らだなー。ああ、気持ち悪い。掛け軸には真っ黒な穴が書かれている。うん。なるほど。よいしょ。おうおお、どこだ、ここは。なんかあそこに似てるな。ここに一つ目が眠ってて、ここに、あの、 なんだっけ鬼たちがいて。ここは、あの、キッチンで、ここはトイレでっていう。あそこの作りに似てるね。中に入りますかはい。あ、やっぱり、ここキッチンになっておる。なるほどね。だからあれを最初にやっといた方がいいよって言われたんだね。これはなんだ特に何でもないな。んおいや、あんた、すげえこすり。ひふきばば、こんにちは あ、そうだばばなら、階段のちょうちんに、いいところに来たんに、ね、ちょっと聞いておくれよ。ええー、あんたさ、おはんぐろべったり知ってるだろあの、どすこい女、どすこいなおまんじゅう持った。あらまぁ、やらしいね。食べ物で釣ってるのかね、あの女はさ。んそういうわけじゃないかも。 それはともかくね、あの女、今はサボってるのさ、いいご身分だね。下の女中部屋でお昼寝だよ。それはなんでなんでって聞いておくれよ。このババアの炎で火傷したとか抜かしてさ、好き勝手おいでないよ。こんな炎に当たるなんてただの抜け策だよ。うーぶねえそうとも抜け策さね。そんなんで仕事をサボられたらたまったもんじゃない。 おかげでこっちは大忙しさ。ああ、まったく、人間の手も借りたいよ。うん。ほんとだいたいね、あいつはマイカにあげるよりあげるよりもや、あげるよりもや。ええー、と、お世話なら。<laughs> だらずーっと喋っとる、あのババア。なるほど。こういうのがあるんだね。ああ、これが何どすこい、どすこいようなうーい、てってってって。 全くひどい話だよ。こんなやけどじゃまともに動きやしないね。いい薬さえあればすぐにでも働けるのにね。でもないから仕方がないよね。薬ね。薬を持ってくればいいのか。やっと話が動き始めた感じだな。よしよし。ここはトイレだったかな川のよ、う…川屋のようだ。中に入りますか。ネズミがいた。チュ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 ー。 うん。これは、高い位置に貼ってあるから見えないんだな。なるほどね。あん真っ黒。おうおうおおお。いいね懐かい。外に出た感じだね。んこれなんだマリが落ちている。持っていきますかはい。弾んでうまく加えられなかった。なんだいいいねー 外は…うわーなんかもっと広いところに出ちゃったよおうおうおう <laughs> まあいいやいろいろ探索してみるか小さなお堂がある扉には手が届かないやん <laughs> 超ジャンプする超ジャンプしてるまあいいわよしじゃあいろいろ探索してみるか中に入りますここには確か水を消耗していたじいさんがいたね 前回はね壺の中で何かが光っている拾ってみますかはいそれは鈍く光る小判だった小判を口に加えた小判があったねあやべ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 多分ここまた出口だわえーとどうすればいいかねこっから来たんだっけあれさっきとなんか違うよ春これ 春だね。さっき夏じゃなかった変わるのかね。ああ、気持ち悪いよ。気持ち悪いよ。うわあ、うじゃうじゃしてる。よいしょっと。んよく映らない変な鏡。やっぱりお風呂が張ってあるけど。うん。ちょっと待って、えっ、ー、とね。主人公交代じゃなくて。 これだ小判小判渡してもうちょっとちょっと探索してくるねもうちょっとちょっとちょっとすねこすり探索してくるねまだ見てないところあるからね川わは見た下は見たあれまた夏だまた夏だわ この下のところ行ってないんだよね。やっぱりこっちにも行けるか。入ろう入ろう。ここはやっぱり宴会場なんだね。これなんだ名なし違う違う違う。名なしじゃない。顔なしおお、顔ないわ。ちょっとばかり隙間が多くて寂しいな。もう少し集まらんもんかね。そのためにはやっぱり食い物が必要だな。ちょうどいい。お、痛いところのバーのところへ行って料理の追加を頼んでおくれ。 なるほど。ゴイシがなくなったから暇になったわ。ゴイシがなくなった。どういうことだ。このヘビみたいなの切りたいなでも切ったら怒られるよな何を切るのそしたらお前誰、うん、演奏中よ、話しかけないで。<laughs> すいません。この人。うん <laughs> 何。にちょっと、わからなかった 踊おおりに夢中なのか返事をしてくれない。でも、後ろから行ったらなんか <laughs>、えー、なんかすごい。宴会宴会楽しいなこれはせっかくこっちが勝ってたのになーえっ、ー、と、語石がないとか言ってたね。じゃあ、語石が必要なのか。こっちはこっちはどこ何 えちょっと待って。まさか一個一個違う部屋とか、そういう、いいところで勝負が止まっている。黒の碁石だけが置いてある。あー、なるほど。白い碁石が欲しいのか。あー、そうかそうか。なにこれ。ん白の碁石だけが置いてある。 もしかして、もしかして、もしかしなくても、あそこの白と黒のご意どうにかして取らないといけないんじゃないかね。曇っていて何も映さない。巨大な木の中に水が溜まっている。おう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 進んだ進んだ。よし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 。じゃあ、とりあえず、とりあえずは、 なんだっけばあさんに、また春になってるよ。ばあさんに、ご飯の支度をどうにかしてくれって言わないといけない。おやんたすねこすり。うん。あれダメか。あ,あ、そっか。まずは、その、おはぐろべったりの、あぶねえ。 おグロベべったりのお、おさ、なんだっけ、お薬。お薬をどうにかしなくちゃいけないんだね。お薬か。どこにあるんだろう。とりあえず探索はこんなもんかな。一回女の子のところに戻って、主人公を交代と。 この、一回ちょっと、記録をしておいて、ここのお札を剥がしてみようかな。どうかな。お札を剥がした途端、そのように崩れ去った。んんさてもさても、よく剥がしたな、人の子よ。あ、雲が、ん 雲,雲外が鏡じゃあ何してんの見てわかるうが閉じ込められておったのだよふん大変だったねさてもさても人の子よ <laughs> 顔をそらさずこっちへ寄れ怖がらなくても平気だよだって食われたりしないからさ多分うんそれて、 おお、おえこ、ここどこあの屋敷の裏の面。裏そうとも、今一度覗いてみろ。また変なところに飛ばされたりしない飛ばさんよ。あれ私じゃなくてすねこすりが映ってる。 すべては陰と陽二つの面を持つ。どちらか片方だけ見ていては抜け出せまいて。でも、こんなところに一人でなんて。結ばれた鏡同士を覗き合えば陰陽入れ替わりが可能だわい。また小さきものの受け渡しもできるだろう。結ばれぬ鏡同士ではそれは叶わね。しかし片割れがどうしているかは伺えよう。 つまるところ、姿は見えなかろうが、歩むのは同じ道、ということだ。お前さんにしてやれることはこんなものだ。分かったかね分かった。と、と、とりあえず。ではしばしの別れだ。達者でな。はあ。どういうこっちゃね。なんか、色が変わったけれども。 というところで、じゃあ、今回はここまでとさせていただきます。<laughs> はい。えー、ここまで見たか、み、あ、なんだなここまで見てくださった方ありがとうございました。ミルワゲストでした。ではまた次回、アデュー